今回のテーマは海上輸送の流れについてです。海上輸送の中でもコンテナを使ったコンテナ輸送をする方法にフォーカスをしてお話をしていきたいと思います。国際物流における海上輸送ですが、実際にはどのような流れで貨物が運ばれているのでしょうか。初めて物流業務の仕事をする人にとっては、貨物の流れと書類の流れを理解する必要があります。まず全体の流れを理解し、どのタイミングで何をする必要があるのかを理解できるようになりましょう。まず場面を工場に移します。個人レベルではコンテナを使って輸送するケースはさすがに稀ですが、工場では毎日商品を生産して毎週海外に出荷している工場もあります。弊社のお客様でも自動車パーツ、冷凍食品、紙、革製品、化粧品、スクラップ、包装資材など多種多様にわたる貨物をコンテナで海上輸送しています。完成した商品の QC が終わったら、工場の出荷担当者からフォワーダーにブッキング依頼があります。このブッキング時に必要なコンテナの種類や本数、貨物の引き取り日、積み地、上げ地、カットオフ、ETD、ETA、フリータイムなどの連絡があります。お客様からいただいた情報をもとに、フォワーダーが本船予約、トラックの手配、通関手配、そしてそれぞれの必要書類の確認をして準備を進めていきます。基本的にワンストップサービスを依頼されるお客様が多く、フォワーダーが本船予約以外の物流を手配することで、お客様にとっては一つの窓口で物流を完結できるメリットがあります。そしてここで大切なのが必要書類の確認作業です。どれか一つの情報でも間違っていると正しく通関を通すことができませんし、本船に載せることができなくなります。また原産地証明を発行する場合でも、書類にミスがあれば関税の優遇が受けられません。書類のミスに関しては特に注意をしなければいけません。お客様の貨物を引き取るために、貨物の引き取り日の朝か前日の夕方にコンテナデポに空のコンテナをピックアップに行きます。コンテナデポはコンテナバンプールとも呼ばれます。デポには使い終わった船会社のコンテナを清掃し、修理し終わったものがたくさん積み上げられています。空コンテナのピックアップの際の注意はコンテナの品質です。コンテナグレード A を要約したにもかかわらず、質の悪いコンテナが割り当てられることが少なくありません。弊社のサービスではコンテナを引き取るドライバーが必ずチェックをしておりますので、質の高いものをお客様にお届けすることができます。空のコンテナをお客様の工場に届けたら、コンテナに貨物を積み込みます。規模の大きいお客様だと1日に何十本というコンテナを使う場合があり、積み込みにかかる時間を計算し、トラックの配車スケジュールも管理したりします。コンテナが海上では大きく揺れる場合もありますので、貨物がコンテナ内で動かないようにしっかりとラッシングもしなければいけません。貨物を乗せたコンテナが本船に積み込まれる港に到着します。コンテナのカットオフという言葉が使われるのですが、締め切り時間のことだと理解してください。またコンテナリターンはコンテナが船に乗せるために港に戻ってなければいけないということです。コンテナが船に乗せられる前に AFR、BGM、そして輸出通関の申告も済ませなければいけません。貨物が工場でコンテナに積み込まれ、船に乗る前にいろんな申請事項を済ませておかなければいけないのです。港には本当に大量のコンテナが集められています。そのため港湾内での荷役の時間も十分に必要だということで、カットオフは守らなければいけないのです。コンテナが船に乗せられるときはガントリークレーンという大型のクレーンに吊られて積み込まれます。吊り上げるのでコンテナの総重量が大きなポイントとなります。40フィートコンテナだと20フィートコンテナの倍の重量を積むことができるのではないかという問い合わせをたまに受けるのですが、設備の関係上できません。20フィートであれ40フィートであれ、貨物重量はだいたい25トンくらいまでと覚えておきましょう。このように本船には大量のコンテナが積み込まれています。コンテナ船に積み込めるコンテナの本数には限りがありますので、シーズンによってはスペースが取りにくくなります。コンテナが本船に積み込まれたら BL が発行されます。流れを見てみましょう。フォワーダーから発行された BL がシッパーに送られ、シッパーとコンサイニーの間で商品の代金支払いなどのやり取りがあります。オリジナル BL の場合はシッパーから BL の原本がコンサイニーに、 DHL や FedEx などの空輸サービスを使って送られます。このようにコンサイニーは DO を引き取るために BL を入手しておかなければいけません。海の上でコンテナが船に揺られながら、各港で積み込み積み下ろしを繰り返してスケジュール通りに進んでいきます。よく天候の問題で船が遅れる場合がありますが、これだけは仕方がありません。海上輸送では近海であれば数日で到着し、日本ヨーロッパのようなロングルートだと2ヶ月近くかかったりする場合があります。本船が入港する2、3日前に輸入側のフォワーダーからアライバルノーティスが発行され、輸入者に送られます。
このアライバルノーティスには港の諸費用や利用費用などの諸々の費用があり、輸入者はそれを支払わなければいけません。輸入の流れを詳しく見ていきましょう。輸入者は貨物引き渡し書類である DO を輸入しなければいけません。そのためにアライバルノーティスに書かれている金額をフォワーダーに支払います。そしてアライバルノーティスの支払いのタイミングと同時にシッパーから入手した BL も差し入れます。オリジナル BL なら原本を差し入れ、サレンダー BL ならコピーをフォワーダーに提出します。アライバルノーティスの支払いと BL の差し入れと引き換えに、輸入側のフォワーダーがコンサイニーに DO をリリースします。DO も原本だけでなく DO レスといった ID 番号を発行する簡素化された手続きもあります。輸入者がコンテナを引き取るためには DO だけでなく輸入通関も完了しておかなければいけません。インボイス、パッキングリスト、原産地証明などの書類を使いシステムに入力して通関式によって輸入申告がされます。申告に何も問題がなければ税関から輸入許可が出ますが、問題があれば検査などが発生します。DO を入手し輸入通関も完了したコンサイニーは DO をヤードに差し入れてコンテナ貨物を引き取ることができます。コンテナを載せたトレーラーが届け先まで運んできて貨物の積み下ろし作業をして配送完了となります。ここで各工程を振り返りましょう。工場で製品が作られます。お客様からブッキングのリクエストがあります。フォワーダーが物流の手配をします。必要書類の確認をします。空のコンテナをピックアップします。空コンテナをお客様に届けて貨物のピックアップをします。貨物が港に到着します。この時 BGM や輸出通関を済ませておかなければいけません。コンテナが船に積み込まれます。本船が港を出港すると BL が発行されます。海上輸送します。そしてここからが輸入のステップに移ります。本船が港に到着する 2,3 日前にアライバルノーティスが発行されます。輸入者はアライバルノーティスの支払いをして BL も差し入れます。オーダーから輸入者に DO がリリースされます。輸入通関も済ませておかなければいけません。ヤードで DO を差し入れて貨物をリリースします。貨物が配送されます。これだけの工程を経てやっと貨物が海外の届け先まで送られるのです。いかがだったでしょうか。コンテナに貨物を乗せて輸送しているだけのように見えますが、いろんな工程で必要書類が出てきます。この書類に間違いがあると貨物はスムーズに輸送されませんし、書類の修正などに時間がかかって港での保管の超過料金が発生する場合もよくあります。全体の流れをよく理解してスムーズな国際物流が手配できるようになりましょう。